い、どうもこんにちは、プロボーラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日は被災ボールの7月免定引いてみました。44フィートあります。オイル量は 21.45 なんでそんなに多くないです。はい、でもね、長さをやっぱ感じますので、ちょっと強めの球がいるのかなというところをですね、ちょっと練習しましたけども、はい、今日は1ゲーム投げてみたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください、どうぞ。はい、ということで行ってみましょう。ちょっと曇ったやつ行きましょうか。ラディカルコンスピラシー、しかも、これ練習してません。違うボールで練習したのでね、このボールは未知の体験からいきます。はい、チューフレー、あー出すぎた。わお、ラッキーショット。はい、ラッキーパンチから始まったので、もうちょっと丁寧に投げたいと思います。2フレ、44ですけど外はオイル薄いんでね。これぐらいかな。うわ、折れた。あ、でもちょっと曇り玉はいらんね。今の感じならちょっとしんどいと思う。はい、ということでパールの強いのに変えましょう。アブソリュートパール、やっぱり最後は曇った球いらんかな。わー、やばい。おお、倒れてくれた。よし、毎月言ってるんですけど、今月はいい例ですよってずっと言い続けてる。まあ、6月は確かに良かったです。みんな点で出た。今月はやっぱり中投げるとね、ちょっとまずいかもよ。天秤飛ばないかもよ。はい、は1回。はい、いきます。これぐらいか。すげくない。優しくない、これね。いや、実はまあこれね、動画撮ってるのが東海オープンから帰ってきてすぐ撮ってるんですよ今。ですので、全然優しい。東海オープン投げた後やからむちゃくちゃ優しく感じちゃう。いや、何やっても帰ってくるもん、ボールが。わあ、打ち行った。打ち行ったけど倒れちゃう。もうコメントせんでいいでしょう。優しいです。とりあえずは優しいです。はい、いや、引き立てですからね、まだ違うんですけどね。はい、6フレー。ちょっとだけピンのことでもいいから1枚だけ寄ってみた。あー出すぎたよ、最低。あれわかんね、ひどい。じゃあちょっと44フィートの真ん中投げるんで、ゆっくりね、ゆっくりちょっと7番ピットに行ってみましょう。どれぐらい行ってから曲がるでしょう。ゆっくり投げたら、はい、でもナチュラルに普通に曲がります。まあ、だからあれ強めのパールなんで、気持ちやっぱりオイルにはしっかり負けないボールを投げた方が良さそうですね。まあ、今まででしたらね、もう弱いパールで十分ですよとかいうのが毎月言ってたんですけど、やっぱり長さを感じるので、やっぱりちょっとオイルには負けないボールを持っといた方がいいでしょうし、僕よりボールが曲がらない人はしっかり右に寄り切ってね、遅いとこどんどん投げてあげる方がいいかもですね。
はい、さらに打ち寄った七振れ。中寄った A 出したよ。いける。あれぐらいのが逆に理想かも。勝手にボールがねシュッと出てってくれるんで、結構被災ボールってね手前の行きがあんま良くないイメージなんですけど、今日は行くし適度なとこまで行ってから曲がってる。もう一枚寄ってみますね。どこ投げたら天秤残るかなと思ってやってるんですけど、天秤が残りしたとこへ行かない。ボールがさらに寄ったよ。これぐらいだと残るかな、ね、正直ですね。やっぱあれだけねお色を長く使うと天秤が飛ばなかったですね。ですのでやっぱりこのレーンの攻略のミソはしっかり遅いところへボールをぶつけてあげて勝手にボールが戻ってくるのを狙うっていう感じかな。おお、ドドーンって言った。危ない。はい、8フレまで行きました。あと2フレね、しっかりマークしましょう。ちょっと気になったので最初のラディカルコンスピラシーに戻してオイルの上投げてみたいと思います。最初薄いとこ投げてぼやけ取ったんでね、しっかりオイルの上を転がすとっていうところは曇り玉がいるのかというところを見せましょう。これぐらいだったら、あーやっぱりでも息が悪いな。あのボールはもうちょっとオイルがあるとき用ボールですね。まあでもポケットで収まってくれてホッとしました。オイルはねやっぱり真ん中はね引き立てなんで結構ありますよ。ついてくる。はい、点フレということで調子に乗ってもっと寄っちゃいます。寄って出したらああなるか、まあ、パールですね。はい、ちょっとソリッドの雲ったやつはしんどいかも。着床でちょっと今向き変わっちゃったんでよくないかな。というわけでセブンテンをトライしましょう。取れたらいいな。どうどう、はい普通。はい、ということで227点ですかね。はい、まあまあ出だしのロケットスタートのおかげで点数にはなってますが、まあこんなもんかな。でも今月もコース技が期待できるような気がします。ぜひね、被災ボール遊びに来てください。はい、ということで本日の内容をよろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。